はい、皆さん、こんにちは。今日は、ブラナイダッシュの、カグラ、新しいね、降臨ですかね。カグラに挑戦していきたいと思います。でカグラちゃんは、火属性ですね。獣、を持っているということで、まあ、獣キラーとかあるといいんですけど、ただ、ギミック的にアンチヘビーレインなんですよね、確かね。なんで、ちょっとアンチヘビーレイン対策をして、挑みたいと。で、まあ、なんていうかな。とりあえず火属性なんで、水で行きたいと。で、今回、ちょっと使ってみようと思ってるのが、このナヌーク、ね、アサルトナヌーク。これアンチヘビーレインで、これリーダースキルが強くて、リーダーアビリティか。あの、全員火属性キラーっていうね。能力持ってるんで、こいつを使っていきたいなと思っております。ただまあいつも使ってるダッシュタイプがじゃないから、ちょっとその辺がどう響いてくるかっていうのがまあ分かんないところですね。はい、じゃあ行ってみたいと思います。これでも結構ね、一回やったけどね、マジむずいから怖いんだな。負けるかもしれんな、本当に。普通に頑張りまーす。はい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 、はい、ちょっと待って、オートをまず解除しよう。あー、なるほどね。ちょ、施設ブレーカー、いつもアーサー使ってるけど施設ブレーカーもないからちょっときついな、これ。大丈夫か、なんかあんまりダメージを与えられてる感覚がないんだけど。お、でも強いな、アサルトナヌク。あー、これね、アンチヘビーレーンないと普通に引っかかりまくるから、まあ今だいぶいい調子ですね。で、コースもちゃんと上から行って、全部避けていく。ほら、あ、強っ。ほら、ちょっと剣が出ないな。剣をね、取りたいんですけど、剣が出ない。お、壁。ここも難なく壊していく。ちょっと恵まれてないな、パワーアップアイテムにな。よし。お、お、お。お、お。バーン。はいはいはい。もうこれ、突破。さあ、もう。来た、かぐらちゃん。こう、まず、初手、え、なにこれ。この炎がね、当たるとね、なんか燃えたりするんだよな。あれ。ちょっと食らったか、今。しっかりガード。で、上から落ちてきたりもするし、そういう攻撃が怖いんだよ。危ない危ない危ない。おお、今チャンスチャンスチャンス。いけいけ。お、チャンスチャンスチャンス。今だ。ナヌークの攻撃が当たってね。お、でも結構減らしてるぞ。よし、ガード、しっかりガード。バップアイテムが欲しい。あ、逃げた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 。オッケーいけいけいけ。おっと、火が来る。おし、倒した。よし、いい感じ。じゃあ、パワーアップしてないから、ちょっとダメージ量が心配だな。はい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 。真ん中に施設がある。これ、まずダッシュか。初手ダッシュか、これ。まず初手ダッシュなんですよね。で、逃げる。ちょっとここ壊そう、まず。で、お、これダッシュだな、これ。あ、違うわ、炎。よし、なんか出ねえかな。いいで、ちょっとスキル使うか。ダメージ稼がないとやばそうな気がする。いいで、お、クリバタ。あ、やべえ、外したか、今。はいはいはい。この輪がちゃんと避ける。ここなら当たる。ほらー。滅びろ。あっち、当たった。ちょ、ハート育てるか、きっちり。はい、育てて取る。お、やったやった、チャンスチャンス。今のうち殴って殴って、倒す。
ケイ。ケン出てほしい。ケン出てほしい。初手。初手、ストライクセイバー。よし、固まった。チャンス。あんまり見ないけど、やっかちゃん。殴れ殴れ殴れ。痛え。やっかちゃんはスピードアップですね。あんまり攻撃に、痛え。攻撃にはちょっと意味ないですけど。いって。ちょ、動き早い。よし。うまい具合に攻撃を避けて。よし。ピッチリガードは。いけいけ。いいち、何ファイヤー。ああ、危ない。あ、燃えてる燃えてる。ピューバタ。よし。お、今だいぶヒットしたんじゃない？あ、いたいたいた。燃えてこい。いけ、ピューバタ。あーしゃ、回復しよう。ナヌークヒットさせたい。降りてこい。降りてこい。もういい、ナヌーク撃つ。おーら。おっしゃ、危ねえ。強。強すぎるやん。はいはいはい。ということで、カグラちゃん倒しました。これね、燃えるんですよね。燃えるとだいぶダメージかさむからね。ちゃんときっちりガードしていかないときついっすね。はい。ということで、無事に、倒しました。かぐらちゃんもゲット。はい。かわいいな。かぐらちゃん。見れるかな？ん？あ、見れはしないのか。はい。まあ、じゃあ、ちょっとじゃあ、かぐらちゃん見てみますか？せっかくなんで。今ちょっと、あ、もうあるか。これですね、かぐらちゃん。あ、幻獣なんだ。はいはい。で、いたずらしちゃうぞ。剣夏の連撃にダメージを与える。はいはい。まあ、アンチサンダーですね。うん。で、ブレイボールは速度アップで燃焼ね。うん。進化するとどうなんだこれ。はい。お。あー、あれか、ラックが上がると全員噛み切られるなんだ。アンチサンダー。まあ、グラップラーって結構ダメージ出しやすいから使いやすいですけどね。たまにこうパパパパってダメージ入るから。はい。かわいいしね、しかもね。はい。ということで、かぐらちゃんでしたけど、いかがだったでしょうか？水のやつがちょっと僕も少なくてね、あんまり、こう、余裕で倒せるって感じじゃなかったですけど、ね。結構難しいのかなと思います。で、動きが速くてね、うん。なかなかダメージ与えられないかもしれないですけど、皆さんぜひ頑張ってみてください。ということで、またお会いいたしましょう。バイバイ。